まあ、1年ぶりなんですけども、まあ、いつも大切なことは、まあ、ご挨拶ですので、挨拶させていただきます。初めての方もいらっしゃるかもしれませんし、名前を、ご存知、ない方もいらっしゃっていますので、日本ヒューレットパッカードという会社から、来ました。どうもよろしくお願いします。じゃあ今日よろしくお願いします。まあ、短いんですけども、まあ、毎年、まあ、うちもですね、いろいろとプリンターを毎年こう、まあ、出してるんですけども、今年はですね、まあ、AGF さん、新しいですね、ちょっと機能を、今日は、ご紹介させていただきたいと思いまして、こちらに参加しました。でですね、題名がこう、まあ、ああいうふうに書いてるんですけども、なんじゃらほいってことでわからないと思うんですけども、まあ、プリンターですので、まあ、印刷です。ということで、かっこいいですね。プレゼン資料は作ってはいないんですけども。では、タイトルです。みんなのことを嫌いな人いますか、まあ、HP はそんな方にワンツースリーということで、今回の、まあ、プリンター、まあ、見た目、まあ、あんま変わらないように見えるんですけども、まあ、ちょっとしたことをですね、工夫を今回一つしてますので、それを、ぜひ今日は、聞いていただきたいと思っています。で、まあ、例えばですね、今、まあ、iPhone、iPad、例えばすぐ印刷したい。それとか、あともう一つ、まあ、スキャナーですぐ、まあ、取り込みたいという、まあ、方がいますと。で、そこで、例えばですね、まあ、いろいろあるんですけども、今までは、まあ、こんな感じだったんですよね。まあ、例えばスマートフォン、タブレット、まあ、まあ、何でもいいんですけども、プリンターにこう出そうと思うと、こう無線 LAN ルーターを通して、まあ、やるのが、まあ、普通でしたと。で、そうなった場合ですね、まあ、例えば、友達の家とかに、例えば行って、ちょっと印刷したいなと思ったとか、あと、例えば会社でちょっと印刷したいなと思った時に、まあ、そういう時に、あれ、ルーター、どこにあったっけっていうのがまずあったり、それから、あったあった、あとほどこう、探さなくちゃいけなかったり、それから、まあ、あったあったと思っても、あれ、そういえば、パスワード何とか、忘れたとか、誰が設定したんだっけ、まあ、そういうことが、まあ、よくありますと。ということで、そういうことちょっと、まあ、面倒くさいじゃないかということで、で、今回は、まあ、そういうのは、まあ、いろいろと面倒だよねということで、じゃあ、プリンターを、じゃあ、ルーターを、じゃあ、通さなくても、良いようにすればいいんじゃないっていうのが発想なんですよね。で、まあ、今回、この Wi-Fi の、まあ、ルーターを、まあ、通さないで、で、プリンターを、じゃあ、まあ、ルーター深くしちゃえばいいじゃん。だから、早く、こうやってしまうと、もうここですね、いらない、もうルーター必要なし、でこれで、できないかっていうのが、今回の、新しい、感じになります。で、じゃあどうするか、でそれが、まあ、今回ですね、我々は、それを、ワイヤレスタイプっていうふうに、呼んでいます。もう直接もう繋いじゃおうっていうのが、コンセプトになってまして、でそれでじゃあどうやってやるのっていうやつですね。で、ステップ1なんですけども、で、ステップ1は、まずですね、プリンターでですね、ワイヤレスダイレクト、オン、オフっていう、それボタンを今回つけました。ちょっとここだと皆さんちょっと見えないんですけども、カラー衣装の中にですね、ワイヤレスダイレクト、オン、オフっていうのがあります。で、それをまずオンしてもらいます。で、まあ、実際にやるとですね、まあ、液晶の中にこういうような、メニューがありまして、で、これが、オン、オフっていうふうにできます。で、それをただ液晶でやるだけ。で、まず、これをまずやります。で、それを、やった後にですね、ステップ2。あ、で、iPhone、iPad で、まあ、ネットワークメニューをセレクションするところがありますけども、そこで、プリンターを選んじゃい。今までは、例えば、ルーターとかを、こう、ルーターのいろんな難しいなんかいろいろありますよね。ああいうのではなくて、もうプリンターを選んじゃい。で、これはステップ2です。で、それをやった後で、まあ、こんな感じですね、イメージ的には。まあ、いろいろと、まあ、SSID がこう並んでいるんですけども、そこに、もうプリンターをもう表示させちゃう。で、今ですと、HP、プリント、まあ、ペケペケペケっていうのがあるんですけども、で、それを選ぶ。で、それを、選んだ後に、ステップ3。で、HP は、今ですね、Android、まあ、でもそうですし、まあ、もちろんこちらが iOS なんですけども、そちらの方に無料アプリ、今提供してます。で、それを、まあ、ダウンロードしていただいてですね、そこからもう印刷をするっていうのが、パターンです。
で、まあ、どういうアプリがあるかというと、今こういうですね、HPE プリントというものと、それから HPE プリンターコントロールというですね、まあ、2つの無料アプリを今、すぐ皆さん HPE で検索して、見ていただくと出てきます。で、それを、ダウンロードしていただいて、あとはですね、写真ですとか、あとスキャナー、コピーとかですね、そういうものが、iPhone 上から、できるということになります。で、じゃあ実際にやってみましょうということで、デモですね。それをちょっとやりたいと思います。で、こちらで今、切り替えできますか？はい、iPad の方に。まずステップ1、2、3って言ったんですけども、まずステップ1はですね、こちらの方のプリンターの方で、ワイヤレスダイレクトをまずオンにします。これもすぐできます。で、その後に、先ほど見せたですね、まあ、iPad とか iPhone からの、ここの、まあ、普通はこのネットワークメニューから、まあ、いろいろと、まあ、この会場がいっぱいあるんですけども、まあ、そこでここにですね、HP プリント、70ペケペケっていうのがあります。でそれを、まあ、選んでいただくと。選びます。で、まあ、元に戻って、あれ、そうですね。ここで HP のものを選んでいただいて、ここで HP のものが選びにされましたと。であとはですね、選んだ後に、ここで、HP のですね、無料のこういうプリンターコントロールとかですね、そういうようなアプリがあります。で、ここのアプリの中で、今一回ちょっと切ったんで、ちょっと時間がかかるかもしれません。今そこだとすぐ当たるんですけどね、ちょっと忘れて。あ、今来ました。認識されまして、まあ、赤から、緑に変わったんですけども、こういうふうになりましたと。例えば、ここから、まあ、撮っている、例えば、まあ、写真でも時々 PDF でも何でもいいんですけども、まあ、例えばこういうのを選んでですね、でこれで印刷としますと。そうすると、今もう印刷が開始されました。ちょっと後ろの方はちょっと見えないと思うので、ちょっと持ってくるって重いんですけど、ですから、1分ぐらいで、できちゃいます。ここで、オンにして、ここで、iPad の方で HP のプリンターを選んでいただいて、あとはアプリから印刷ボタンをただ押すだけですと。
ってちょっと待って、すみません、全然問題なく動いてたんですけど、そこでも今、やる前に動いてたんですけど、今、ここだと動くの。すみません、一体今、ポケット Wi-Fi とか使っているから、全員切っていただきます。真面目な話をしているから、ポケット Wi-Fi 等を使っている方で、うちのスタッフも含めて全員オフにしている方、今すぐお願いします。すみません、今は動きました。あ、すみません、やっと動きました。あと他にですね、例えば今、スキャンの話も、さっき AFU さんも言ってましたけども、簡単にこれもできまして、あれ映像が。すみません、トラブル、すみません。で、例えばスキャナーもですね、スキャナーメニューからですね、今例えば今日もですね、パンフレットが入れてますので、そこでスキャンってやりますと、ルーターなしのですね、スキャナーで、画像をですね、取り込むことが、できます。で、今、スキャンをしていまして、今動
動いていまして、すみません、ご来場の皆様、ブーターオンにする方はまだ結構いるようなので、切ってください。お願いします。すみませんね。いっぱいある環境ではちょっとなかなかやったことはないんですけども、なかなか今は説明できない状態なので、ちょっと口でちょっと説明しますけれども、今のようにですね、ツイッターの方で、ワイヤレスダイレクトというのをオンにしていただきまして、そしてで、今のようにここで接続をしていただきまして、そして、無料のですね、アプリの方から印刷をしたり、スキャナーとかでデータを取り込むということになっています。でですね、ちょっと後で今ちょっと時間がもう押してしまうので、ここで皆さんに紹介する前の後ろとかですね、横でやってる時は全然問題なく動いてたんですけど、ちょっと多い状態になってしまって、ちょっと皆さんももしかすると接続をしちゃってるかもしれないんで、ちょっとこれはちょっとですね、一旦、後でちょっとですね、見ていただきたいと思います。そしたらちょっとパソコンの方で。
すみません。で他にもですね、今年ちょっと新機能をちょっと一個言ってまして、一つはですね、スキャンという電子メールというですね、新しいものを、言ってます。スキャンという電子メールというのは、知らせて送りたいのが今するメール配信ということで、どういうことかというとですね、スキャンを例えばプリンターから、やるときっていうのは、今までですとパソコンに保存するか、もしくは、メモリーカードにこう入れるか、いうだったんですけども、で今回 HP のプリンターではですね、プリンターのですね、液晶にですね、キーボードを入れています。でキーボードを入れてですね、プリンターから、直接、アドレスを、入れてですね、そのままインターネット経由で、アウトルックへ、送るとか、その友達のですね、携帯に送るとか、そういうことが、可能になっています。つまり、パソコンを使わなくてもですね、スキャンしたデータとか、ちょっとした手書きのものとか、パンフレットとか、なんか本とかのですね、ものをですね、自分の例えばアドレスとかに送ったり、あと会社に送ったりとか、あと友達に何人かに送ったりとか、20人同時にメールアドレスを入れることができますので、それでスキャンしたものをそのままパソコンを通さないでですね、そのまま送信することが可能になっています。まあ、要はインターネットファックスみたいなもので、そういうのができるようなものが、今年の新製品の、機能になっています。で、まあ、今回紹介したのは、まあ、この2つなんですけども、まあ、あと5分ぐらいちょっとありますので、他にですね、今までちょっと HP のことを、まあ、もっと知ってもらいましょうということで、ちょっと2、3、紹介したいと思います。で、皆さん知っている方は知っているかもしれませんけども、HP はコンシューマープリンター以外にもですね、例えば大型の機械もいっぱいありまして、まあ、それをちょっとご紹介します。で、その他にですね、あと、クラウドのですね、スナップフィッシュっていうですね、いうサービスもやってます。画像をですね、インターネット経由で注文していただくと、いろんな形にプリントして、送ることができます。例えばこういう、まあ、よくあるのがこういうフォトブックとかですね、お子さんの写真とかですね、ものキーホルダーを作ったりですね、あとマグカップを作ったりとか、普通の写真を元より、フォトブックを、作ることができます。まあ、その他に、まあまあ、マウスパッドですとか、まあ、ちょっとした、まあ、でかいですね、カレンダーみたいなものとか、あと普通のカレンダーとかトートバッグのようにちょっと印刷してギフトにしてみたりとかですね、あと自分なりのですね、マグカップを作ってみたりとか、野球のボールとかに、お子さんのものをですね、入れてみたりとか、まあ、いろんな形でプリントのグッズですね、いろんなことができますので、ぜひですね、スナップフィッシュサービスをですね、使っていただきたいと思います。あとその他にですね、生活シーンということで、HP のプリンターをいろんなところにちょっと使ってまして、例えばこういうですね、いろんなこういう食べ物とかのですね、パッケージとか、あとラベルとかですね、ワインとかのラベルとか、あとこういうことも実はやってます。ラッピングですね、こういうのも HP のですね、プリンティングの、機械でやってまして、あとはこういう、まあ、例えばいろんなところの壁紙のようなですね、こういう大型のようなものもですね、HP の機械で、実は、やっております。で一番でかいのはですね、よくビルとかにあるこういう垂れ幕の大型のやつですね、こういうやつもですね、HP のですね、プリンティングの機械でやってますので、こういう大型のものからですね、小型のものから、こういうプリンティングのところの、いろんなものをですね、活用で HP のも出してますので、まあ、そういうことを知ってもらいたいということでして、今回ちょっとご紹介させていただきました。以上なんですけど、ちょっとですね、デモが、うまくちょっとこう、スムーズにしていかなくて申し訳なかったと思うんですけども、ご紹介ということでですね、ワイヤレスダイレクトというものが、家庭では非常に有効に使えると思いますので、ぜひですね、ご活用いただきたいと思います。最後にですね、ここに、まあ、あるんですけども、これですね、NB の110ですね、今日これを1台、皆さんの中からプレゼントしたいと思いますので、発表してですね、良さとかをですね、ブログとかですね、そういうものですね、ぜひ紹介をしていただきたいと思います。今日は本当にちょっとの間ですけども、すみません、ありがとうございました。